私の考えている6番は、まもなく新シーズンが開始するプレミアリーグ、鎌田選手や菅原選手がプレミアリーグのチームに移籍したことで日本人争いも非常に楽しみになってきます。そんな状況の中、気になるのが遠藤選手の今後。レアルソシエダのスビメンディ選手獲得が噂されていましたが、ソシエダ残留が決定。スビメンディ選手もビッグクラブからのオファーを断り残留したことに対する本音を語っていました。そしてリバプールのスロット新監督も今後について言及。遠藤選手も新シーズンに向けてある決心をしたことが明らかに。今回は遠藤選手の最新情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。遠藤選手の今後。リバプールは少し前には久保選手獲得に力を入れていることが報道されました。しかしその報道は日本の中で大きく注目されてはいましたが、海外ではそういった報道はなかったと言われています。そんなリバプールは現在、久保選手の同僚であるマルティン・スビメンディ選手獲得に向けて動いていることが明らかに。そのスビメンディ選手は日本時間8月13日にレアル・ソシエダに残留することを決意。スビメンディ選手は他にもバイエルンやアーセナルからもオファーがありましたが、全て断っていました。2019年に20歳という若さでトップチームデビューを飾ると、その後は大活躍。ユーロ2024でもスペイン代表として4試合に出場しており、移籍するのか非常に注目されていました。スビメンディ選手に対するレアル・ソシエダとの新契約での金額はリバプールが提示していた金額よりははるかに低くなっておりました。本人は残留について、レアル・ソシエダというチームで今後も勝利に貢献していきたい。選手やコーチ、監督が本当に好きだ。今後はリーグ優勝のために全力で頑張るよ、と発言をしていました。スビメンディ選手獲得に失敗したことでリバプールは新たな6番を獲得することは諦めたと言われています。そしてこのことについてファンは不満を抱いている様子。なぜリバプールを選ばなかったんだ。彼は今後平均的な選手になってしまうはずだ、といった意見があった反面、スビメンディ獲得できなかったのはリバプールというネームバリューがあれば来るだろうと思ってた強化部門の調査不足もあると思う。クラブ愛を貫いて残留するのはジェラードに通ずるものがあり、こういう選手がいるのは羨ましいと思う。ただ断るのであればもっと早くしてほしかったという気持ちはある。リバプールはまだしっかりとした補強ができてないし不安しかない、といった声が上がっていました。そしてスペインメディアでは、スビメンディがリバプールからのオファーを拒否することを決心した。しかしリバプールはすでに理想的な別の解決策を見つけることができている。プレシーズン最後の2試合で6番の役割にふさわしい本物のオプションと証明したのは、セビージャ戦でどの選手よりも最高のパフォーマンスを見せていたライアン・フラーフェンベルフだ。フラーフェンベルフは守備が堅固で、ボールの扱いも落ち着いており、ベティス戦の遠藤に不足していた安定感をチームにもたらすことができていた。印象的だったのはこの選手がパスミスをしたのは56本のうちわずか3本のみ。ミスが少ない上に後ろから積極的に前にボールを出すことを得意としている、とフラーフェンベルフ選手が遠藤選手のポジションで起用されると予想していました。フラーフェンベルフ選手は昨季は12試合のみに出場。2022年にアヤックスからバイエルンに移籍してきましたが、キミッヒ選手やゴレツカ選手といった同ポジションの争いに負けてしまい、レギュラーになることはできていませんでした。そして2023年からリバプールに加入。現在22歳という年齢ながら今後非常に期待されている選手です。そしてスロット監督も今後について言及。まずリバプールに不足していると言われている6番については、ライアン・フラーフェンベルフはこのポジションでよくやっているし、我々には他のオプションもある。6番の件に関しては判断するのに最適なタイミングはチームに選手全員が戻ってきた時だが、まだ揃ってはない。しかしリバプールのような大きなクラブでは常に可能なオプションやスカットを強化できる選手に目を向けていることは確かだ。これこそが今後私たちが目指していることだが、それは6番というポジションに限ったことではない、と発言し、現状まだ6番の選手を見つけることができていない状況のようです。リバプールはアメリカでプレシーズンマッチを行っており、3試合が終了。遠藤選手も1試合に出場し、他の試合ではドミニク・ソボスライ、ライアン・グラフェンベルフ選手が入れ替えで起用されていました。クロップ監督時代には遠藤選手は積極的なボール奪取といった守備面を重宝し起用されていましたが、スロット新監督は守備よりも攻撃面を重視していることが言われています。
リバプール専門メディアでも、スビメンディ獲得には至らなかったが、リバプールが中盤を強化したいということは明確だ。スロットはより強力なチームを作ることを目標としている。では現在クラブに所属する唯一の真の守備的ミッドフィルダーである遠藤にとって、それは何を意味するのだろうか。彼は突然、今度どうするべきか行き場がなくなったような状況になった。現在31歳の遠藤は今後1、2年で成長することは難しいだろう。一度ポジションを失うことになったら取り戻すことは難しい。今の状況では遠藤が他のクラブに移籍をするのではないかというふうに思われると、遠藤選手の移籍の可能性を示唆した内容を紹介。遠藤選手は以前にはマルセイユが獲得しようと考えていましたが、この話はなくなる形に。しかし今でも様々なチームが遠藤選手獲得に動いているのではないかと噂されています。また同メディアでは、遠藤を止めるのは理由もなくお金を捨てるようなものだ。ファーストチョイスの補強でなかったにしても、ユルゲン・クロップ前監督は遠藤の大ファンだった。マシンと呼び、出会ってきた中で最もハードワークする一人と評した。だが日本代表がリバプールにいるのは1年だけになりそうだと紹介。他のリバプール専門メディアでも、遠藤はよくやってきた。だが昨季支配した2チームを考えると、彼はデクラン・ライスやロドリのレベルに至らない。あのポジションがサッカーの中で最も鍵を握っているとも言われている。マクアリスタが一つ前のポジションで起用され活躍をしていたが、今後はライスやロドリのようなフィジカルの強さ能力を持つボランチの獲得は今のリバプールには理にかなっている。遠藤はうまくギャップを埋めたが、おそらく多くのファンはあのポジションにもっと才能ある、よりエネルギッシュな存在を望んでいるように思える。だが控えの6番として日本代表を残しておくのはスロットの中でも最悪の手ではない可能性もあると紹介。リバプールの専門メディアでは遠藤選手を放出する可能性が非常に高いことを紹介しているものが多くありました。スロット監督はこれまでフェイエノールトを指揮しており、20年ぶり2度目のリーグ優勝に導きました。スロット監督の戦い方については、以前スロットをアシスタントとして起用していた元 AZ 監督のジョン・ファン・デンブロム氏は、マンチェスターシティやバイエルンのビデオをたくさん選手に見せていました。スロットはペップに夢中で彼のサッカー理論を熟知しているようだったと説明をしていました。またオランダサッカーに詳しい記者は、クロップの後任に彼を選択するのは非常に論理的な選択だ。フェイエノールトではハイプレスサッカーを望んでおり、クロップがやっていたようにきっかけを待つのではなく、ボールを失えば全選手で奪いに行く。理想は3秒以内のボール奪取。彼は複数のスタイルを使いこなせるが、理想的なのは 4-3-3 であり、必要に応じて 4-2-3-1 を採用すると攻撃サッカーを好んでいる様子。遠藤選手の移籍が高いと言われていることが多く言われていましたが、そんな状況の中遠藤選手があることを決心したことが判明。リバプール現地記者は、遠藤航は絶対に残る決意をした。遠藤のポジションを補強しようとしているにもかかわらず、彼はリバプールに残り自分のポジションのために戦う決意を固めている。遠藤はアンフィールドでプレーする夢を1シーズンで終わらせたくないと思っているみたいだと明かしていました。またチームの現状を考えてみると、遠藤がいることは非常に有益になると思われる。新選手が加入するかどうかはわからないが、他の選手が出場することになっても毎試合出場することは期待することはできない。リバプールで2年目を迎える遠藤はまたも活躍することが期待される。スロットも遠藤の活躍は評価している。島田シーズンは始まっていない。鉄人と言われている遠藤は加入当初はマイナスからのスタートだった。しかしシーズン終了時には必要不可欠な存在となっていた。次のシーズンでもこういった出来事は起こりうる可能性は非常に高い。スロットからの信頼を勝ち取るためにも何事にも積極的に行動していくことが大事だと遠藤選手の今後に期待するような内容を紹介していました。遠藤選手も以前テレビ番組の中で、6番の選手は獲得した方が良いと思う。最終的にチームが強くなるのであれば僕は大賛成です。競争は起こることだし、僕は再び自分のポジションを勝ち取らなければなりませんとスタメン争いをすることは構わないといったことを話していました。ファンからは、
遠藤と比較されるのが文字通り世界一と名高いロドリとかなんだから、厳しいのは確かだが、がっつり守備させたら遠藤だって10分やれる。コンディションが良い遠藤選手がいるといないでは全くチームが変わる姿を日本代表でも昨季のリバプールでも見てきました。遠藤選手は縦パスを通す勇気、姿勢があるところも強み、パフォーマンスとか関係なく好き嫌いで出場機会がなくなるパターンが一番怖い。ボランチなんて指揮官やフロントが協力してくれないとめっちゃやりがたい。スロットが単純に頑張りを認めてくれる監督であることを祈る、といった声が上がっています。遠藤選手はリバプールに加入した当初もマイナスからのスタートでした。しかし活躍したことでスタメンに定着、鉄人と言われリバプールの攻守の要として起用された選手は、次のシーズンでもまた私たちを驚かせるようなプレーをしてスタメンを確保してほしいです。いかがだったでしょうか。シーズン開始まであと少しとなりました。遠藤選手はスロット監督の信頼を勝ち取り、シーズン最後にはレギュラーを勝ち取ることができているのか非常に楽しみです。皆さんの予想もぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。